俺沖縄のヤバいやつ。俺今村中の島袋の表札に電動で穴を開けて回ってるんだ。島と袋の間に穴を開けるから外国人表記みたく見えるんだ。島袋シシドカフカみたいな感じさ。あれうまく皮膚呼吸ができないと思ったら全身に鳥羽一郎のコンサートの割引券が貼ってあったよ。スーパーで荷物入れる台の横に置いてあるやつさ。おーいみんな、鳥羽一郎のコンサートが800円安く見れるよ。僕は奴隷。このおじさんにばらまかれちゃ困る写真握られてるから人権がないんだ。今日もおじさんの言いつけを持って一回もまばたきしないんだ。ずっと時計仕掛けのオレンジ状態なんだ。目が乾きすぎてさっきから血の涙が流れちゃった。僕マリア像じゃないんだぜ。まあいいや、深く考えたって僕には人権がないし、沖縄のリズムでうどんこを踏もう。うどんこ踏むのも飽きたな。そうですね。あれ、それなんですか。ああ、これ昨日の夏祭りの著作祭に紛れてビギンのボーカルのハンチングを引きちぎってきたんだ。しかも見てくれよ、無理やり引きちぎったからデコから上まで一緒についてきたんだ。UFO キャッチャーで全然興味がないリロー&スティッチのキーホルダーも一緒に撮れた時と同じ気分さ。すげえ、ちょっと貸してくださいよ。うわ、断面がスイカそっくり。さすがビギンだよな、断面まで夏を感じさせてくれるんだぜ。なんかわかんないけど、俺江ノ電に乗りたくなってるもん。しかも見てくださいよ、これまだ少し意識が残ってるんでしょうね。手離すと勝手にくるくる回り始めるんですよ。そうなんだ、ビギンのデコ上ぐるぐる回るんだよ。しかも計算してみたらちょうど月が地球の周りを回る時と同じ速さなんだ。俺これハローバイバイの席に教えてあげようと思ってるんだよ。すげえな、ビギンの断面の可処分時間の消費具合半端ないっすね。じゃあせっかくだから前頭葉の部分を親指で積み直してみよう。ああ、やめるんだ。これは昨日に、あなたの怪我頼りです。ああ、あいつ、いつと同じ機能が搭載されてる。そうなんだ、ビギンの前頭葉を親指で強めに押すと R2D2 と同じ機能が発動されるんだ。どうします、助けに行きますか。でも俺、オビアンゲノミじゃないから助けるのはやめよう。宇宙の生き方とかわかんないし、あと俺、虫歯あるし。そうですね、じゃあ気味悪いんでビギンのデコを土に埋めますか。うん。どうですか、釣れますか。釣ってません。ビギンも埋めようってことだし、近所の小学校の1階に勝手にファミマフランチャイズしようぜ。はい。おや、沖縄アクターズスクール生、どうしたんだい。それが、偉い人の墓思い切り蹴ったら右足が折れてしまって、結構本気で蹴ったから骨が粉々になっちゃってるみたいなんです。ポケットの中に入れっぱなしだったカントリーマンみたいになってしまって。本当だ、流し込む食い方じゃないと食べられないカントリーマンみたいになってる。偉い人の赤キレイじゃなかった。こんなことになるなら偉い人の赤キレイじゃなかった。君の足を直してあげるよ。ほら、足を貸してごらん。ふぅ。お前なんでバカ野郎、本当にさ、あの天海祐希倒れたら、お前なんで名乗り上げるんだ。高田文雄が喋ってる時だけ歩ける。そうなんだ、夢見る未来のスーパーモンキーズたちを助けてあげたいと思ってね、高田文雄が喋ってる間だけ足が治るようにしてあげたんだ。高田文雄が喋るのをやめるとき、それが君の終わりのときだよ。ありがとうございます。高田文雄が喋ってるときだけ
のみおが喋ってますよ。ありがとうございます。これからずっとこの偉い人のお墓の半径5メートル以内で生きていきます。偉い人のお墓から高田文雄のビバリーヒルズを流すのは許さねえぞ。誰なんですか、あなたは。せっかく足が治ったのに私たちのイオンモールでのライブを邪魔しないでください。俺たちは偉い人の孫、偉い人の孫だから偉いんだ。何言ってるんですか。偉い人の親戚だからって偉いわけではないですよ。裕次郎と吉住に置き換えてよく考えてみてください。吉住は極論じゃねえか。例え話で議題を勝手にそらすんじゃねえ。ツイッターか、お前の論法ツイッターか。俺たちのじいちゃんのお墓から高田文雄のビバリーヒルズを流すのは許さねえ。ほれ希望が高田文雄のビバリーヒルズの代わりに YouTube に上がってる全然知らない素人がカバーした星野源が流れるようにしてる。ブーオーダー星野源で聞きたいだろ。同じ3分聞くなら星野源で聞きたいだろ。残念だったな。星野源本人の YouTube 動画途中でドキュメント映像みたいな。ブルで聞けねえんだよ。歩けねえ。知らない奴がカバーした星野源ちゃん歩けねえ。おい、お前なんで楽しそうなんだ。知らない素人がカバーした星野源が流れてんのに楽しそうにするやつなんていないだろ。実は僕、知らない素人がカバーした星野源が流れる空間が主食なんです。仙人が霞を食べてお腹いっぱいになるように、全然知らない素人がカバーした星野源が流れる空間を食べるとお腹いっぱいになるんです。そんなわけがありません。知らない素人がカバーした星野源が流れる空間を食べられるはずがありません。いえ、僕は食べられるんです。ほら、見てください。おー、おー、本当に食べてる、食べてる。おおおおおおお、希望が。今のは皆さんで言う小ゲロに当たるものです。全然知らない素人がカバーした星野源が流れる空間を食べ過ぎたんで小ゲロを吐いたんです。じゃあ本当に知らない素人がカバーした星野源が流れる空間を食べたんですね。そうです。皆さん、沖縄で喧嘩するのよしましょうよ。考えてみてください。半ズボンで喧嘩するの恥ずかしいですよ。じゃあどうすればいいんだ。沖縄でも喧嘩しちゃう俺たちは一体どうしたらいいんだ。どうしよう。熱海に行こう。俺沖縄の工業高校出身だから難しいことわかんねえけど、熱海に行けば解決する気がする。なるほど、熱海か。でも熱海に行くのにこっから結構お金かかりますよ。僕たちリフォームのチラシポスティングするバイトしかしてないからお金もないし。私に任せてください。ああ、インターチェンジをかける少女。インターチェンジをかける少女。私、インターチェンジをかける少女なんです。インターチェンジからインターチェンジまでだけテレポートできるんです。ゴールデンウィーク以外使い道がないんです。インターチェンジをかける少女がいれば熱海まで簡単に行けるわ。もやし炒めで満腹中枢をごまかしてる私たちでも行けるわ。私を打ちっぱなしコンクリートに思いっきりぶつけてください。そしたらインターチェンジにテレポートできます。よし、任せて。ファイバー草津だ。
間違っても何も裁判スーツなんてこの世にないよ。裁判スーツはあるよ。誰ですかあなたは。うん、僕かい。僕は間違った場合を実行委員の鴨田だよ。草津から頼まれて深い考えもなしに草津に近未来用途を組み込んでみたんだ。どうだい、間違ってるだろ。間違ってるよ。通常草津は都会の喧騒から離れるためのものだろう。ダフトパンクのかかってる草津はもう渋谷だよ。ブルーカットのおばあちゃんを見た時と同じ気分だ。僕であってくれ。基本的に温泉街は奥舞台のお母ちゃんが野沢菜まんじゅうを勧めてくる素朴な町であってくれ。ダメだ、草津にもう素朴さなんていらない。市長も正統派にするんだ。待て、それは許さない。素人がカバーする星野源が流れてる曲が主食な人を。僕、同調圧力に負けてみんなと熱海に行こうとしたけど、本当は熱海とか行きたくないんだ。沖縄が大好きなんだ。沖縄とバイクレースが大好きなんだ。島田紳助とほぼ同じ趣味だ。僕、みんなと離れて沖縄へ帰ろうとしても、どうしてもこのサイバー草津へたどり着いてしまうんだよ。どうしよう、もうこうなったらもうしょうがない。よし、こいつを倒して帰ろう。飛行機で帰らせてたまるか。お前らはずっとサイバー草津にいるんだ。竹本ピアノの後ろで踊ってる人みたいな服を着るんだ。そうはさせない。シュラI'm gonna go to the hospital.